おはようございます、緑助です。ついに諏訪湖漁協様からワカサギの卵が入荷しました。これから開封したいと思います。紫外線に当てないように見えますよね。この中に入ってるってことですね。ちょっと怖いんで小屋の中の暗いところでやりましょうか。暗い、小屋の中に移動してきました、それではちょっと開封を慎重にしていきたいと思います。こういう状態なんだ。紫外線がじゃあこれで水と一緒に流し込むってことですね。ちょっとまず周りから周りの水を少し入れて、水面ちょっとなじませるような感じにしていきたいと思います。これちょっとでも中で向こう持っていかないと作業できないですね。それでは、ここから孵化装置に、移動していきたいと思います。はい、それでは卵入れていきます。紫外線当たるので手早くいきたいと思います。ただいま卵を入れました。中がやっぱりちょっと見えないので、水中カメラを一度沈めたいと思います。魚みたいのが、ちょっと見えるので、ただ動いてはないです。沈めちゃう。動く。動くって動くんですよ。あ、やっぱり。じゃあ生きてるかね。もう孵化してるのが、ある可能性があります。急に動くから。だ。表面に白いのが見える。で、生きてない方が見えるかな。孵化して、また魚もやっぱりいるっていう。循環器装置、そこの映像です。卵がもわもわと、浮かんでるような感じになっています。ワカサギ装置に無事卵が入りました。本日4月12日、早ければ明日にでも孵化するかもしれないです。三河湖ワカサギプロジェクト、高度の期待。噛んじゃってるし。